この奥の広場の方に移動していくんですね。あれ背中の帯がすごい変わってますね。時期にお祭りできるなんて羨まーって、よさこいソーランも確かこの時期だと思いますよ。ちょっと後ろ追っかけていきますね。はい、岐阜県は可児市から参りました。かなり岐阜のカニですって、岐阜のカニですって、舞妓姿の雑貨いや、欲しいよんで、欲しい、今日はですね、京都祇園の舞妓はんも圧倒驚く舞妓はん姿、岐阜の舞妓はんですね、舞妓はんみたいな格好で、楽しく踊りたいと思います。ほな、雑貨はん、あと笑顔でよろしゅうお頼申します。おいでやっしー、おいでやっしー。あ、そっか、北海道6月ですね。で、ホッシーさん今出かけてるって言ったね、さっきね。Oh!
名護市の会場で、あの移動距離がねちょっと短いので、はい、今はストップしちゃってますけども、おおきに一応こっちの入り口からずーっと名護市で来てますね。はい、どうもありがとうございました。でさすがに日本庭園も本園の中には入れないので、ここでストップしちゃってるんですね。で次のチームがいると思いますんで、またスタートの地点、まあ少しの距離なんですけども、そっちの方に移動します。あ、分かりました。あの前子さんこっち向いた時びっくりしたね。ちょっと違うじゃない、おもてなしさんみたいな、ちょっとだこの人たちとか。あ、なんか次のチームは若いですね。若いチームですね。学生のチームっぽいですね。どっから？あの白鳥庭園の入り口正門から本園の中に入るところなんですけども、そこがパレードの会場になってます。公園もお花いっぱい、みんな勉強しだしたもんね。あ、今地方車が戻ってきますね。大谷コーチがさ、わかりますよ、わかりますよ、すごい一緒ですからね。でもうそろそろ今 MC が地方車に乗り込んだので始まると思います。それではお待たせいたしました。我々石川県七尾市和倉温泉よりやってまいりました、のとぐり和倉七といいます。どうぞ千秋楽までごゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは踊り子、はい、石川から来たのとぐり和倉七というチームですね。という間にはね、若い男性で構成されてます。これをね、だいたい3
時半ぐらいまでやろうと思ってますんで、次回見に行きますよ、必ず。すいません、全然 気がつかなかった。一応見てたんですけど、おすすめとか。後半やるか悩んでる、頑張ってね。いや、ってか見に行きますよ、見に行きます。あのって言ってもね、アーカイブを見ますからね、アーカイブきちんと見ます。すいませんでした。滋賀のチームなんですけども、メンバー全員若い男性で構成されてて、元気な踊りを踊られてますね。すごい元気な踊りですね。が出るという文字が書かれた発表来てますね。すごいですね。来るかな。また降ってますね。元気にね。
がですね、名古屋港でも昨日の前夜祭でも踊ってた名古屋市小学のチームアジュラが準備してますね。あ、また画面落ちちゃいましたね。ごめんなさいね。